木橋田君2号です。そうですね。今日はですね、朝から、雨がすごいんですけれども、ですね、ちょっと紅葉光線使いまして、ちょっと今日女川町の方までですね、ちょっと行ってこようと思いますので。また作ってきた感じですね。今日はですね、ちょっとスタミナ太郎さんは時間的に厳しいかもしれないので、ちょっと様子見ですね。あと元気の湯もですね、ちょっと道路状況を確認してですけれども、ちょっと冠水がひどいようなので、もし無理だったた場合は今日休みということですね。まあこの付近、まあ自宅から結構近いんですけども、この辺はあまり影響はないみたいですね。場所までですね、ちょっと自宅の、まあ、例のヤフーの地図検索ですね、ちょっとやってみたところ、約25キロとありましたので、まあ、25キロ40分かかったんですよね。まあ、結構近めではあるんですけども、まあ、ちょっと実装してみてですね、ちょっと土曜日もう一度女川行ってみないといけないので、ちょっと現地調査をした上でちょっとですね、もう一度行きたかったもんで、今日は木曜日なんですが、土曜日もう一度、ちょっと女川町行かない、まあ行く予定があるので、NHK でやってた歌唱はちょっと今日は残念ながら通りませんので、途中通行になっちゃってるんですよね。まあ、バッテリーが、お、これは三陸道1台2台3台4台5連発でしたね。5連発、あ、6連発、7連発くらいは行ったと思うんですけども、途中ちょっと乗用車が挟んじゃいましたね。ちょっと家が取れましたけど、三陸道もちょっとダンプの連発が最近多いんですよね。バイパスが通れないんで、こちらを迂回してくる車が多いみたいですね。長町も結構久々なので、まあ、途中冠水してた場合はちょっと残念ですが、ちょっと引き返すことになると思うので、
スタミナ太郎さんはこのルートだといけますね。また時間的に、戻ってくると1時半くらいになっちゃうんですよね。多分ギリギリかもしれないんですけども、この付近は東松島市の赤井という地域なんですけどもね、あとはドン・キホーテさんはですね、看板らしきものは、見えてきたんですけども、まだちょっと開店にはならないみたいですね。9月の上旬ということだったんですけども、ちょっとまだ開店はしていないですね。Thank you.
とこれは何でしょうか、エンジントラブルでしょうかね。通行止めになっちゃいましたね。まあ、水がちょっと溜まってきてる感じですね。まあ、これちょっと川になってるんですね。この篠脇工業高専は少し高台に高い位置にあるので大丈夫ですけれども、この下のですね、一本先の道路はちょっと水浸しになってますね。これ工業高タクシーのところはちょっとまずいですね。水浸しになってますね。
はいですね。怪しいですね。確かビッグハウスがあったところだったんですけど、さっきのトラックでしょうかね、ついちゃいましたね。帰りはですね、一ノ脇バイパスちょっと気になるので、まあ、通れないのは多分分かってるんですけども、ちょっと行ってみて無理であれば、ちょっと引き返す感じですね。
かしここ道路がまだいいですね。あまりスピードが出せないんですけど、ラーメンさんですね。ちょっとこの通りの近くに移転したんで、帰りちょっと時間帯が良ければ今日そちらでまあちょっと昼食取ってみようと思うんですけどね。中に反応してますね。お、ヘリコプターが飛んでますね。何で反応してるんですかね。ただうるさいんですけど。雨が降ってきましたかね。JR 代行バスですね。今日西沼汽船がちょっと走っていないと言ってたんですよね。
粒が大きくなってきましたね。こちらになってあ、ちょっと来きましたね。入ってきましたね。少しするとですね、イオンスーパーセンター石巻東店が見えてくるので、そちらからおそらく15分前後で行くとは思うんですけどもね。向かってるのは、女川町のトレーラーハウスというところなんですけどもね、ちょっと現地の方詳しい地図が分からないので、ちょっと現地の方行ってみたかったんで、現在向かっているところです。避難勧告メールが多いんですよね。水道へとありますね。お酒なんですけど、日本酒ですね。牧場ラーメンさんの、映った場所ですね。ちょっとそちらまで撮影したいと思いますので、
ですね。ガソリンスタンドのすぐ近くが、境目ですので、あ、入りましたね、小田川町魚市場というところからこう小田川町へ入ってますので、また降ってきましたね。
車にもあるんですね。あー、結構強いですね。
ちゃ。失礼します。お疲れ様でした。